それは盲点なのだろうか、それか作家としての、地獄、その場所なのか。YouTube、それは、スポンサー側の存在は高いカウントを得られない。スポンサー料を自分で、回収する行為だからだ。それは、ニコニコ動画は趣味の広場だ。楽しむために支払う。それは当然で、儲かることを期待する場ではない。商業主義では、利益性が全てだ。売れない作家は早々にご退場願わねばならない。三つの方向全てから、いらない？これは確定ではない。地震の状況から想像する。通り、の安定するポイントでしかないわけだが。ともかく、旧来の世界は、この三方向を一人に依存した、結果で、見ない方向、が出る結果で理不尽な不平等が発生。皇帝の出現を招いた、が。今のは、三方向からの、平等なルール、に基づく規定だ。それは、何かの失点か。